IBM JX は IBM が日本、オーストラリア、ニュージーランドを含むアジア太平洋地区で販売した家庭用パーソナルコンピュータである。日本では1984年に JX1JX4 の販売が開始され、翌年1985年には改良型の JX5 が登場した。イメージキャラクターには森新一、CM ソングは夢。 ステファニーを使った一般家庭用のパソコンでは8ビット機が主流だった時代に PC-8800 シリーズと同等の価格帯で発売された16ビット機 IBM PCJR をベースとして独自の日本語化を追加した IBM は日本では IBM PC、IBM PCXT、IBM PCAT などを一般発売しなかったため 日本 IBM から発売された初めての IBMPC アーキテクチャ機でもあったが、普及には遠く及ばず、PC-8800 シリーズ、PC-9800 シリーズの影で人知れず消えていった。日本市場において、16ビット機はオフィス向け、ホームユースは8ビット機という風潮があった中、プライベート16ビットのコンセプトを掲げ、ホームユース向けの16ビット機として登場した。 IBM が米国市場で発売した PCJR をベースとして開発され、英文モードを使用することで PCJR の互換機として動作する。また、IBMPC 向けの一部のソフトウェアを動作させることもできる。当初に搭載された CPU は Intel 8088.477MHz で速度の面で難があった。改良型の JX5 では、 インテル8088のまま 7.2MHz になった。FDD は5.25インチが普及していた中、3.5インチドライブを搭載していた。使用可能な FD は 2DD である。メディアとしては FD の他に、ロムカートリッジも使用可能。一部のソフトウェアがロムカートリッジで供給されたほか、動作モード切り替えにも用いられた。2つ搭載されたスロットの奥には、 リセットボタンがあり、カートリッジを総抜けすると自動的に PC が再起動する仕組みになっている。標準的なオペレーティングシステムは IBM による日本語 DOS2.0 と英語版の PCDOS2.0 である。どちらも MSDOS と互換性がある。JX1、JX4 はパーツの組み替えによってアップグレード可能である。ただし JX5 へのアップグレードは行えない。 JX1、JX4 には赤外線を用いたワイヤレスキーボードが用いられ、およそ5メートルの有効範囲から操作が可能だった。ただし、蛍光灯を点灯する際のノイズを拾う等の問題もあり、JX5 のキーボードは優先接続になった。A 数字とひらがなの刻印は JIS 配列で記号についてはタイプライター配列である。JX は 森新一をキャラクターに据えて数億円をかけた宣伝が行われたにもかかわらずほとんど売れなかった。発売から1年で2000台販売。3年後の1987年時点でも4万台しか生産されていなかった。その理由として最も指摘されたのは CPU にインテル8088を採用したことがハードとして中途半端であったという点。これは 米国のソフトを流用できるように PCJR と同じ CPU を採用したものだったがそもそも日本国内には米国のソフトを必要とするユーザーは少数であり大きな意味をなさなかった日本では16ビットバスのインテル 8086K を搭載したパソコンが主流になりつつある中で8ビットバスのインテル8088を搭載した本機はパソコンに詳しいマニアから 経営され、それが、口コミで、広まり、JX のイメージを悪くした。また、JX 対応ソフトを開発する、ソフトメーカーに対して、日本 IBM の協力姿勢が良くなかった問題も、指摘された。1987年には、日本 IBM 創立50周年記念品として、JX の本体、ディスプレイ、キーボードのセットが合計1万5000台用意された。 社員2万人全員分は用意できないため代替品としてコーヒーカップセットが用意され JX との二択になった。ありがとうございます。